日本が生んだバーチャルアイドル初音ミク。今日は彼女にとって初めてのニューヨーク単独公演の模様をお伝えします。会場の2時間前ですでにこの行列。I was here at 8:45 this morning. I walked by the first time at 6 o'clock. Yes. Where are you from? New Hampshire. You are? Hawaii. Atlanta, Georgia. New Jersey. 女の子の姿を持つ音声合成ソフト、キャラクターボーカロイドとして2007年に誕生した初音ミクは、2009年バーチャルアイドルとしてデビューします。その人気は海を越えて広がり、2011年にはロサンゼルスで初の海外公演、今年春にはレディーガガの北米ツアーに前座として参加、ニューヨークマディソンスクエアガーデンのステージにも立ちました。その際にも取材した初音ミクの生みの親伊藤博之さんはもちろん今回もニューヨークへ。すごいですね、なんかたくさんの方がここまで、まあ、初音ミクというのはまあ、大きなメディアというよりも、まあ、ネットのようなその個人的な、まあ、メディアを通じて世界中に広がっていったという側面がありますから、まさに初音ミクならではの客層といいますか、すごいなと改めて思います。ネット上で人気者になった初音ミクですが、今回はアメリカのマスメディアにも登場、人気トーク番組に出演するなど、その展開はさらに広がりを見せています。多くの人たちに分かりやすく初音ミクというものの存在を知ってもらうためには大切な役割だったと思いますし、初音ミクが国境を越えて多くの人にアピールしているのはなぜでしょう。なんでしょうね、多くの方がその頑張ってるわけでしょ、初音ミクを使って、まあ、絵を描くとか音楽を作るとかダンスを踊るとかテクノロジーを開発するとか、さまざまな形で初音ミクに関与している方が、まあ、たくさんいて、そういった、まあ、活動を応援するとか、そういうのを見る初音ミクのコミュニティに対する愛着というものを皆さん持っているから、まあ、こういった世界中に広がっているのかなと思います。コミュニティに愛着、伊藤さんのその言葉通り、ファンは長い待ち時間にも自慢のコスプレや T シャツを見せ合ったり写真を撮り合ったりと和気あいあい。なぜそんなに初音ミクが好きなのですか？ She is, I guess the best way I can really say, you can compare her to a Greek goddess of creativity. So many people, different people can use her voice to make so many different songs, really creates creativity in the Miku culture. It's more innocent, it's more collaborative, it's not as basic as North American music. やはりみんなでという要素が大きいようです。ではちょっと意地悪な質問、人間ではなくバーチャルなアイドルになぜ夢中になれるのですか？あー、そこは可愛いんですよそう、なんか次元の壁を越えてみんなと一緒に盛り上がるの。 She's not human, but she is real. Because most people will not come see if there's nothing. She assists in every one of them. So Miku does assist.初音ミクはみんなの中にいる。ニューヨークファンのそんな熱い思いが結集したコンサートでした。